はい、みよしょんです。今回は北茨城にあるおてつさんの家にやってきました。ハイエースの DIY の巨匠ですね、おてつさんです。どうもよろしくお願いします。もう皆さんご存知のおてつさんです。で、今日はね、ちょっとこのハイエースを撮らせていただこうと思いまして、はい、来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうだいぶ1時間2時間ぐらいいろいろと話して、そうですね、だいぶ慣れたんで、はい、よろしくお願いします。これはハイエースの、スーパーロングデラックス。スーパーロングデラックス、はい、すごいっすね。でかいんですよ。私の車と比べたら全然長さが違う。じゃあ内部を紹介していただきますか。はい、いや、すごいっすね。本当に綺麗な作りで、ありがとうございます。さすがに広いですもんね。そうですね。一応4人でもなんとか寝れるぐらいにはなるんで、はいはい、そうですね、うん、これだともう余裕で生活できるような感じですね、はい、自分の身長でギリギリ横で寝れるんですよ。あ、そうなんだ。まあギリギリっていうか、ちょっとじゃあ1800ぐらいあるのかな。いや、ないです。そこまではない。自分が173センチ、はいはいはい、ここは1720。あ、本当。じゃあ1cm 足りないんですけど、ギリ足りない、ちょっと丸まって寝れる。ああ、なるほど、うん、でこれがエンゲルの冷蔵庫と、はい、ACDC 自動切り替え。そうですね、こ、うん、の仕組みはよくわかんないんですけど、ね、そうですね、どうなってるんですか、うん、でこれが、はい、おてつさんの代名詞的なマックスファンですね。もうリモコンで動く。ちょっと動画にはしてないらしいんですけど、電動化したようです。リモコンタイプに交換しました。このリモコンのやつめちゃめちゃ便利そうなんですよ ね、 すね。俺の車をつけられたらつけたいんですけどね、はい、結構うるさいですけど、その分威力がすごい。威力が半端じゃないです。これも手作りです。何なんですかそれ。さっきから気になってたんですけど。じゃあちょっと中に入ってみたいと思います、はい、ここから入っちゃいます。取りたいようにいや、広いんですよね。今広角で撮ってるんだけど、それでも広いっすね。私の車と比べたら全然面積が違いますね。これ今対面で6人いけるじゃないですか。はいはいはい。これとこれが動くんですよ。はい、動くって。これをこうすると、でもう一個こっちも同じように動くんで、うん、こっちに置くと。ああ、なるほどね。ここで1、2、3、4、5、6、7、8と、はい、すごいな。もう本当にカフェができますね、これ、はい、これが強行になってて、こっちもですね、はいはい。でこれって LED テープですか。はい、そうです。5メートルで1200円ぐらいです。あ、そんなのがあるんだ、うん、これめっちゃ安くね。5メートル、うん、5メートルで1200円。あ、安いっすよね。安いっすよ。基本的にこの車は何でもそうですけど、安物です。安物で作ってます。それがね、そう見えないっすもんね。で、まあこれが3路スイッチになってるんですよ。はいはい。で、まあここのこっちのスイッチでもできるし、はい、どっちでも。このダウンライトに関してはこの入り口のところにつけてあって。ああ、なるほど。そう、はいはい。間接照明に関してはここと運転席。運転席にあるのはいいっすね、はい、運転席から。ああ、なるほどね。私もあの自分の後ろの荷室の電気がつかないんで、うんうん、はい、入った時真っ暗なんですよね。だからそこもなんとかしたいなと思いつつ、うん、何もやってないんですけど。綺麗ですね、この縁が。これあの一般建築みたいに作ったんですよ。これと合わせたんですよ。そうですね。ここでか、はい、ここの R も合わせて。そうですね、一応窓で型取りました。あ、素晴らしい素晴らしい。これを加工するのはちょっと大変です。長いまま芸が細かい芸が細かい。綺麗だな。本当はもうちょっと隙間埋めたかった。これは外すためにここを塞いでない、コーキングとかしてないんですよね。そうですね。
はい、このね、この調光器もすごい安物なんですよ。あ、壊れたことを考えて交換ですか、ね、2回壊れてる。あ、そうなんだ、はい、なんかこれ見たことある気がする。俺も使ってる気がする。この箱型のやつ、あのまま使うのがちょっとかっこ悪いなと思ったので、バラして埋め込んだ。そうですね。あ、なるほど。純正のモールを使うためにはめ板を取ってる。なるほど。この高さに合わせて段差が設けてあるっていう、はい、いや、ここまでする人はいないでしょう。で、これでかく、これはどうしても使いたかった。これは純正のモールなんです。です。このつなぎが見えちゃうとね、なんか、そうですね。なんかダサいな。これ、これの、このだけの状態だったらかっこ悪いですよ、ね。うん、と思ったので、これで隠したかったんです。素晴らしい。これ、トリムを、トリム？もしかしてその形に切り替えてるんですか？板の形に切ってる。すげえ。ハメ板の止まってるところに。細かいっすね。あー、ハメ板の方が奥に行ってるのか。その上にレーザー発光。断面照明が発光される何年かですね。なるほど。これは8ナンバーの工作者でしたっけ？そうです。ここまでは多分ギリギリ必要になるんですよ。なるほど。キャンピングカー登録をできる前提で作ってる。はいはい。素晴らしいです。はい、まあ、まだキッチンがないんで、キャンピングカー登録はできないんですけど、はい、それ以外は当時の企画で作っていただきました。そうです、うん。これは、キッチン作ってキャンピングカーにする必要はありますか？ないです。ないです。ないです。そのキャンピングカーの恩恵は何にもないです。今のところもうこのままでもいい。はい、もうこのままでいきます。おてつさん動画出さなさすぎですよ。そうですね。もう、これ9ヶ月ぐらいになるかな。もうそろそろそんな感じかもしれない。最近やったのは見ては分かんないんですけど、うん、ファイアスティック、あー、アマゾンの、はい、はい、をこれ天井裏に隠したり、このスイッチでカットしてるんですよね。カットしてる。サブバッテリーから常に電源が来ちゃってるんで、はいはいはい、このスイッチでオフにしてる状態。ああ、なるほど、なるほど、はいはい。でエンジンをかければ通常のメインバッテリーから供給されて、はいはいはい、エンジンを切るとサブバッテリーに勝手に切り替わるんです。なるほど。リレーを組んでるんで、はい、で車中泊するときとかはこのスイッチをオンにすると一応モニターナビが連動して動くんで、ナビができること全部できます、はい、そういうことか、はい、で、これがこのフリップダウンが安物なんで、はい、アナログ信号しか映せないんですよ。まず最初にやったのはナビの裏に HDMI の端子があるんで、はい、そこに挿したんです、はいはいはい、そしたら見れたんです。そう、でもナビでしか見れないんです。あ、こっちには来ない。こっちには映んないです。でこっちで映したいのでそれじゃ困るってことでこっちに映したんですよ。そしたらこっちに映したら映したであっちで映んないし音声が出ないんですよ。ああ、なるほどね。これ困ったと、うん、で一旦この裏屋根裏でアナログに変換したものを両方に出力してる感じ。なるほどね、はい、大変な思いしてますね。めっちゃ大変でした、ね、変換と、はい、すごいですね。それを丸々2日ぐらいかけて、はいはい、ファイアスティック多分この辺にある変換器もこの辺にあります。そうです、はい、まあでもね、この板張りの雰囲気はもう昔からずっと動画で見てきたんでなんか懐かしい感じがする。そうですね。自分でつけたいのか。ヤマシャー、ヤマシャー。それはでもコーヒーは飲んでない。